で、これからの練習方法としては、はい、もうポージング取らない、この状態で何回もこうやって探しに行く、ウェイトリフティングの腹直、外腹、そう前胸、この3つが出ているところってどこなんだろう、せっこんで止めてくれないから、なんか面白いこと笑いをこらえてくれないかっていう、自分のどこなんだろう、出るのはっていうのを探します。見殺しで、その感覚を覚えて、見殺しで、腹筋が出るようになったら次、アウトライン。この練習の順番で、プロセスを踏んでいくと、できるんです。の中で、
あると今は結構親モデルの方が関係上手だから逆に先輩も一番人間だし色もないドレスのサイジング、
薄いぐらい。ギリギリです。ギリギリ。もうちょっと詰めてもいいかなっていう。うん、朝お尻を気にするっていう抽象的なものではなくて、お尻のところを上、中殿筋と言われるところを集中的に鍛えていくと、お尻の高さが出るんですよ。そうすると、ポーズを取ってこう打ったときに、わかります。もうクラスで勝ちます。おっしゃ。
ありがとうございます。おがした、おがした。ついに。自分たちの方から見るとちょっとずれてるんですよ、時空は結構。なんで多分コンジャッジの方に多分抜けてると思うんですけど、うちらにもちょっと点数があるんで、うちらに抜けてもらえればもっとよく見える、しっかり軸を取るよ、気をつけてもらえない。ポージングの時テクニックがあるんですよね、はい、だから最初ジャッジ、テクニックジャッジがみんなで得意な方にちょっと寄るんですよ、その要はこんな感じなんですよ、見えた方が。俺たちのこっちから見ると、なんだろう、ほぼ最後コード。見てもらったら、もう、これ見てもらって、こうやって、行きたかったら、一旦ちょっとそっち見て、そっちの方に向けての 100% この試合スキルっていうのを覚えて、いろんな人に見せる。全員、あれ、自由にみんな、大量の点数を使う。田中さんが一番強いわけじゃないから。いいね、やっぱね、アウトライン。リキにプロレスどっちやるか。リキにそう。俺ちょっと違うのみたいな。違うのできる。あと、やっぱなんかちょっと違うの見てる。肩回りが強い。サイジングを見せた日はみんなであれってなってる、それぐらい雰囲気変わっちゃうんですよ、その恐ろしい競技なので。なのでドレスのカラーリングだったり、自分が許さないかなって一体の布を買ってかけるんですよ。それでどっちが似合うのか、いろんな人に聞いて、第三者の意見の中の人に聞いて、東京が一番良かったから自分が最初なってます。
ていうのを確認します。で、動画を見直します。あ、途中何回かはまっすぐだったけど結構たまにこうなるなと思ったらもう一回やりますっていう、まずその練習をする。鏡なんかで鏡を見て動画を撮影しながらで動画で必ず見直すと何回か回ってると自分の癖って出てくるんで、で結構自分の感覚で下がる方ってイメージとしては意識としてはこんなような上がりすぎかなって思うぐらいで実はシンメトリーだったりするから、そこを学んでやってみて鏡がある状態でしっかりポーズが取れるようになったら、今度鏡がない状態で動画を撮ってしっかりと今の持ってるアウトラインが取れるポージングを取れる、これがまず直近で改善できる。で、頭で体に覚えるっていうのを、やってますで、もう一回フロントにしてみて、大丈夫です、できるめっちゃバランスいいな、本当に。はい、はい、今このダブルショットの時あったでしょ、この手を両方高さ合わせる、ここも、あ、はい、それぐらいこだわる、ここがやっぱいつもこうなってるなっていう、うんうん、やっぱりそっか、そうだね、自分では直そうとしてるこっちが上がりやすいのかな、あ、そうです、うん、このバックいきましょう。それも若干そうだね、
きます。色というよりもあのこの分かるこの辺りのバグつきが、はい、超強化基準、はい、めちゃくちゃ強化基準なのでドレスはもし選ぶのか難しいんだけどね、こういう生地のドレスってフロントから見た時のウエストのダブつき感もうほんと超タイト、マジでここ研究したからやばい、ラウンド恐ろしいレベルでこのサイジング超恐ろしい、見てて、そうなので、あ、そうなんだ、そここだわった方がいいんだ、こだわった一番この体よりある意味こだわった、わかりました、はい、頑張ります、ありがとうございます、ありがとうございます、すいません、広がるね、はい、広がるのは得意です、ちょっと動画は撮ってない、あれ写真どうじゃですか、ちょっと見ていただいてなくて、すごく広がる人だなと思った、これ意識してできてるとかではないですか、自然にできちゃってるって、アウトラインがめちゃめちゃちゃんと広げられてるなと思って、広がりすぎたことはない、昨年は他の団体で教えて教えていただいたんですけど、今年はもうそれを自由にして、ある意味ですよ、これ重要です、動画ですね、これ重要です、ウエストはジャッジにはこの面を見せるイメージで、これは難しいんだけど、ここから上を拾ってやって、こっちがいい、そう、手もしっかりこれ抜かないように、だからこういう練習をしてほしいです、胸骨の指を当てて、ウエストは残したまま必ず胸骨から上だけをひねるっていう、これじゃダメだよ、こういうストレッチを必ずトレーニング前に入れるんですよ、右20で左20で、この時ウエストが一緒に回ったら意味ない、ウエストは必ず押さえて胸骨から上を中心にひねっていく、このストレッチを練習するとポーズを取ってこう上から上だけ正面向くのができるようになる、同じか、そこの調整って難しくて、絞りすぎるとギスギスになっちゃうし、でももう1絞りしても1絞りしてしっかり食べてる、なんか正面でこう見せるよりもこの V シェイプよりもやっぱ上の方がこう見せた方がいい、今日余裕で曲線でこうこうなってこうなってお尻がもうこれ、このアウトラインはすごい重要、見せ方がコントロールは上手なんです、理論とこれ使ってましたけど、だから例えばその上手下手見えるで絞りっていうか見せるラインっていうのはやっぱり有利はあります、これはなくて自分の両方を綺麗に 100% 取れる人ってなかなかいないんです、必ずどっちか自分の得意な方があるから、それやるでしょ、そしたら例えばこっち見せます、
で例えば小葉さんの方にジャッジがいる、これぐらい角があるでしょ。で最初足立さんたちに見せてて、足立さんたちも見てないな、こっちの人も見てないな、ちょっとこっち向くんです。でこっちが 100% 正面のように向いていく。こういうことをしないと、特にウィメンズだけどメンズフィジークもそうですけど、そういう試合マッチングが強いから、みんなこう真ん中マッチングって言ってると、俺たちの方がスキャンスというと、例えばこういうポーズを取ってくると、こういうポーズを取ってくると、俺たちの方がサイドポーズに見える。めっちゃ見たい、めっちゃ見たいっていうふうに思ってたら、こうやってこうやって、なるほどね、目を合わせにジャッジっていうふうにやると、また面白いね、はい、目が合ってるってことを見てるそういう、スキルをつける。ちょっとこれやってみてください、はい、バックの時もですか。バックはそのままバックはそうです。バックは切れちゃう。なるほど、かしこまりました。はい、広がりはめっちゃ良かった。そこにひねりを加えたらなお良かった。はい、先ほどありがとうございました。ありがとうございました。そうだね、え、何してきたの。何してきたの。正直こう骨張ってたり、まあ、女性絞ると肩がとがりやすくなる人っているんだけど、
ちょっとここの骨がポコって出るそこまで行くと絞りすぎてあのウエンツなんだっけ名前変わったやつ昔っていうアスリートモデルあれはバリバリ絞って絞んないといけないんですけどドレスとか、まあ、ビキニモデルとかでもう肩がちょっと尖ってるようなあのちょっと骨張ってるような絞り方すると言われるからだから、まあ、ある程度絞ったら背中はちょっとこうボコボコになってきたらしっかりとは待ってくれる食べてて元気になるじゃあパン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 アウトライン作んなくてボディ競技って出るメンバーも違うし、本当に出るメンバーも違うし、その日のコーチも違うから、その日の、実力って、本当に自分の実力があったら、そうです出るメンバーによってぶっちゃけ順位変わるから、いろいろ試してデータを取る、今回はここまで絞って、何キロまで絞って、カーブアップ何日、まあ、女性だから1日2日でいいんですけど、いつもより多く食べる、これぐらいのカーブアップで、バーってネットに書いてあるカーブアップじゃない。いつもよりも食べてくらい残りの週何回も週4回ぐらいそれだけのボリュームあれやった方がいいね軽いので軽いので20レップ途中で止まらないでできる重量に設定してそうそれで週4だからある意味もう3分割にしてもう2回週 1.5 回ぐらい回ってくる頻度を増やした頑張ってください、はい、ありがとうございます、はいはいはい、じゃあこれでラストありがとうございます今日は、76番です絞れてないって感覚だと多分やりすぎる。本当ですか？やりすぎる。もうこれで
もうこれショー TV で OK 出してるやつですよ、これ。本当ですか？結構全然合格です。ショー TV ずっと見てたんで。全然合格です。ここのあれだもんね。ですよね。全然合格。これで絞れてないって感覚持ってると、もっともっとってなると、あのシューンって上縮んでっちゃうような減量しちゃうから。そうなんですか。もうこれ大丈夫、仕上がってるっていうところで大丈夫なんで、なんかしっかりどういう調整をっていうので、あの攻めの調整を、うん、自分で予行練習をして、ここまでもう果たして絞る技術を持ってるわけだから、もう早めに仕上げることも多分できるじゃん。そしたら1ヶ月ぐらい前に何回か話すんだ、はい、からカーブアップを3日間でこれぐらいだ、2日間でこれぐらいにしてみたいです、はい、もっともう僕のポイントだということ、課題は胸と胸の内側っていうか、あれ全体的なサイズアップと腹筋のコントロール、サイズアップじゃない、サイズアップっていうと重いのやりたかったから、ここはクオリティです。クオリティ、そう、クオリティだから軽いの、軽いのでいいかなってちょっと断ってます。要はこういうので、そう、もうペックでこうしっかりと、まあフライでもそうだけど、もうしっかりとこれで強化が落ちると、だからいくらこうやってなくても微妙な動きでしょ。なくて強化を上げた状態で。重さを持てばいいって言われても全然、重さは全体的だけど、こういう細かいところのディテールに関してはこうやってやって軽いのでいいから、しっかり収縮の時に本当に最大収縮してますかっていうのを自分で、俺も同じ悩みだったから。本当ですか？俺も胸でかいんだけど、こっちがついてもらって、だからああいう選手が隣に並ぶと胸についよねって言われてたところがあったから、しっかりこの真ん中からここだよね、これがいいよ。そこ意識しました。腹筋も重いのやらなくていいから、意識しました。そしたら楽しみだね。まだ時間ありますから。20歳です。参りました、はいはい、未来は明るいです。頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございました。向こうでフィードバック待ってるから。あ、マジまだ待ってる。まだ待ってる、待ってる。ほらやべ。そうこのレベルでしっかり決めて、あと今日気になったのがやっぱ胸の厚みかわいいし、胸の厚みがここがいいのに、もうちょっともう少しの厚みがついてるといいですね。コンディションも良かったです。はい、なので重いのを扱うっていうのをしっかりと強力の高いトレーニング、強力重視のトレーニングをしてるのがいいです。わかりました。ありがとうございます。ここまでまずコンディション仕上げられたんで、はい、それは大きな、はい、はい、ありがとうございます。順位上げていきましょう。はい、はい、すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、めっちゃ悔しい。いやー、めっちゃどっちも2位でめちゃめちゃ悔しい思いしました。あのね、分かるよ。俺も2位の男だったから、2位、もう頭おかしくないですよ。満場一致2位みたいな。じゃあこれで次の大会も俺、そういうのばっかだったからめっちゃ悔しい。頑張って。僕は45番です。ラットスプレットした状態でこう持っていくのがフィジークのポーズになるだけです。だボディービルのラットスプレットが機嫌になってるので、ボディービルのラットスプレットって言ってこういう風にやってるやつないんですよ。ラットスプレットってこう持ってきて、これモノキーも同じですよ。スプレットするなんか肩巻いちゃうかなって気がして、それは技術です。
フレットした時に下手くそなボディービルの人は初心者だと、ああそういうじゃないんですよ。全部俺たちのボディ競技っていうのは横に横に全部スペースを取り、肩のコントロールじゃなくて肩甲骨のコントロール、肩甲骨のコントロールができてないと肩で巻く、肩でやろうとするから巻く、肩っていうのはそのほっといて肩甲骨だけを広げていく、そう肩甲骨だけを広げていく、なるほど、そうですね、あ確かに肩って巻かないす、すごい、はあ、広がってる今感覚があります、はい、そうすると自分の鎖骨、トップスタイルが一番長く見えるところで持ってったところで、もう上手にね、というところですね。でやはり、腹筋とコンディションがいいと次の痛みなどは、あ言われたこれだ、絶対これだ、そう、はい、あのね、そうすごいいい、すごくいい、さらにこのボリュームを、まあこれはね、もうしょうがない、あの、はい、特にもう俺プロリーグとか見てるじゃないですか、はい、韓国とかアジアじゃない、多分ね日本人だと思う、日本人やっぱ俺もそうだったんだけど、ここがねつきにくいんですよ、やっぱりインクラインのベンチプレスがダンベルプレスがもうやっぱ基本ですから、スミス、そうだね、インクライン、あとあの重いのを扱うっていうよりもしっかりと、これさっきの選手も言ったんですけど、コントロールをする、これマジ大事、俺も思いでやりまくったけど、コントロールできてない状態で上がんないんですよ、やっぱ自分でも思い、思うんですよ、なかなか伝わらない、思いじゃなくていいから、触ってみたら分かんないけど、おー、はい、ちょっと、あーこういうようなトレーニング、はい、軽くてもいい、はい、ペックフライで軽くてもいいから、はい、こんなようなトレーニングする、そうするとこう、はい、ずっとかかってるじゃないですか、はい、これが強が下がるとこうなるんですよ、はい、これでいくら重いのやっても全然効いてないんですよ、はい、っていうようなトレーニングするとめっちゃいいですよ。これってそなんかこう集めたらこうなんか上に行く感じあるんですけど、ただこうすると広げるじゃないですか。その時ってこう距離が広がっていく感じがしてペコってなんか。だからってなきゃ。これはマッスルコントロール。あ、これはマッスルコントロールじゃないですか。トレーニング、そう筋量をつければこう広がった時にも、そう特にこの胸のついてる幅が広い人ってポーズ取った時にこう薄く見えるんですよ。もうでもそれはしょうがない、はい、あの大橋元気みたいにこうちょっと胸がちょっとこう狭いタイプはなんかポーズ取っても胸って潰れないんですよね。そこはね、つき方の悩みなんで、もう俺たちみたいなタイプはやっぱ上をつけていかないと、だからここの頻度を増やす、重さじゃなくて、はい、マジでクオリティ上げていった方がトレーニングの技術を上げていった方が、ただそっちの方がつく、重量上げても結果つかないです、もちろん重量も大事ですけど、はい、試合やったらさ、これがトレーニングの楽しみに変わります、ありがとうございます、頑張ってください、 YouTube 頑張ってください、ありがとうございます、結構見てます、かなり嬉しいです、はい、ありがとうございます、一言だけで、でもね、写真がないんですよ、私、あ、お疲れ様です、あ、ありがとうございます、長いから見て、後ろ姿見せてもしょうがないもん、後ろ姿でいいです、ちょっと一言でいいんです、本当に何も持たずに来ちゃいました、いいんですいいんです、みんなですね、もう選手がそうなんだよね、バックステージに時間があれば5位でした、リッドウェアとどちらおかしいよ、後ろ姿だけでいい、後ろ姿だけでもいいですか、はい、ちょっとじゃあこれ後ろ姿なんですけど、それこれですよ、あ、でもあのね、言いますよ、言いますよ、お尻の下下にこれを集中的に鍛える、これね、技術なんですよ、これも、はい、ただこれをやるだけではなく、これもう今日もう一人いたわ、俺、はい、同じアドバイスをしてます、うん、はい、座ってください、はいはいはい、いきますよ、ここな今歩いてて、ここが緩いとポーズを取るときに、あの他の選手に負けるんですよ、じゃあどうクオリティ上げていくかって言ったら、こうランジやるときにやる前ですよ、こう、あ、何何何これこうまっすぐ、こっちから入ったでしょ、この状態でダンベル持って
抜けてなくない？抜けてない、はい、常にグッと入った状態でこの状態でこっちにダンベル持つでしょ。そうこの状態でずっとそうでも難しくないですか？そう言えるんだ。そうだこれがでこの技術をつけると結論したキンキンって角度そうそうすると減量中もなんだろうこう筋肉がしっかりとこう張った状態であのお尻仕上がってくるんです。そうすると多分ねポーズとか全然変わってくる。この技術だから軽いのでいいんで、まずこうやってやって自分でよし入ったまま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 。いやこれ超難しいです。超ハイレベルな話してお尻の超鍛えるのが苦手でトレーナーさんなんですけど、これちょっと研究して。わかりました。それを、はい。私の尻の上部、下部を。プラス。またトレーニング楽しくなりますね。はい。はい。これ、75番で、57番で、エントリートウェアは優勝してるんですけど。ああ、そうだ。俺これ書いてある。午後甘くなったって。あ、ちょっとコンディションが落ちた感じですか？いや、もしかしたら、俺それ気になったの。サーパンツ紫だったじゃん。はい。あれがね、あれ午後甘くなったって書いてあるの。やっぱこのフィット熱、ジーンズの時はいいと思ったの。で、紫のパンツになってきた時にあれすげえ甘く見えると思ったんだよ。あ、色の問題だからもしかしたらそのレベルもしかしたら正直これ良かったのよ、ジーンズの時はすげえいいなって思ったの、選手としていいなって思ったんだけどなんかサーフパンツになった時に、はい、色だったのかもしくは結構食った、まあ、ちょっとめっちゃ食いました。あの脂質源というか油とか塩分とか 1ステージ目と2ステージ目そうですね、塩分めっちゃ入れましたね。塩分は大丈夫だと思うんだ。ちょっとね、一瞬むくんだ感出たかもしれない。そう、俺すごいそれ感じたのよ。そうだったんですね、うん、いやそのこのジーンズの印象が良かったから、そうサーフパンツ、あ、来たって思ったらあれむくんだって思った。へぇ、そうそうあったかもしれない。っていうぐらいでも良かった。あ、本当ですか。ただ腹筋の力の出方はそれ違うな。ここそれじゃない。あー、これじゃないですか。咳、本気で咳して。じゃあそれ嘘の咳、本気の咳。それ嘘の咳だね。じゃあ違うな、そう、違う、ここがへこんじゃダメなんです。こうじゃないんだな。いや、できない。できないね。な、この人のこと笑わせてみてください。本気で。笑った瞬間。キーがいつも面白いからな。はい、ニャンチュー。ニャンチュー。あ、惜しい。だんだんでき始めた。本当だ。そう。だんだんでき始める。そう。で、一回吸って吸った状態で、笑いをこらえる。はい、笑いをこらえる。ちょっと違うな。ここが、へこまない。腹筋の出し方があるんですよ。みんなだいたいここへこむと腹直がボーンって出て外腹斜と前屈が出てないんですよ。本気で笑うときに腹筋が出にくいんですよ。ちょっと自分でまずすごいいいからバランスもいいからこう腹筋の出し方をちょっと鏡で練習するんだよ。ポージングの練習、島くんと田口くんの腹筋の出方って腹直と外腹斜と前屈筋がきれいに全部出てる。金筋もコントロールが素晴らしい、あの3人の腹筋ってどういう出方がしてるんだろう。もうあれが正しいフィジーク競技の腹筋のコントロールができてる出方だから、それと全く同じ。多分今自分はこの3つが強くて、強いそう、腹斜が出にくいんですよ。でここがへこんじゃって、ここがボコンって出るような感じになる。ここね、こんなボコンってなんない。あ、すみません。はい。じゃあということで、はい。ということで、ありがとうございました。ちょっとまたビームでチャンピオンだから。ありがとうございます。今日なんか一瞬手だけやろう。一瞬手だけやろう。お母さんありがとうございます。はい、お疲れ様です。